こんにちは。私のチャンネルには日々いろいろなコメントが来ます。本当にありがとうございます。今日はそんなコメントの中のこちらのコメントを採用してみましょう。要するに、こういうことです。ブンブン。ここで球を反対方向に時速100キロで打つと、外から見ると、ボールの時速はゼロになるのを、見てみたい、ということです。昔トリビアでも試していましたね。シミュレーションでもやって、楽しみましょう。ということでトラックと、その2台に大砲を用意しました。この大砲は、前回のモンキーハンティングでも登場した、どんな球でも打ち出せる優れものです。トラックも好きな一定速度で走行可能です。時速100キロとは言わず、秒速100メートル、つまり時速360キロでやりましょう。ではやってみましょう。参考までに、秒速100メートルはこんくらいの速さです。これを秒速100メートルのトラックから打ち出す。打ち出す。打ち出す。どうでしょうか。やっぱり打ち出した場所でそのまま落ちていきましたね。次は秒速10メートルのトラックから秒速20メートルで打ち出してみます。比べてみるために、地面に固定した大砲からも同時に秒速20メートルで打ち出します。では行こう。どうでしょう。トラックの大砲は、外から見たら、秒速10メートルの速さで打ち出されましたね。こんな感じで、打ち出す速度とトラックの速度の違いで、外から見た速度が変わりますね。次は、弾を斜めに打ち出してみます。X 軸方向には、トラックと逆向きで同じ速さ、Y 軸方向に、秒速5メートルで打ち出します。X 軸方向のみ、速度が打ち消され、真上に飛んでいるように見えましたね。トラックは X 軸方向にしか動いていないので、X 軸方向の速度成分のみ、外から見たら変わります。弾を真上に打ち上げたら、トラックについてくるような感じになりますね。これまでの実験は、すべて空気抵抗が全くない場合でした。次に、空気抵抗として、弾の速度方向に応じた抵抗力を付与してみます。例えば真上に打ち上げると、トラックは動力によりそのままの速度で走行しますが、弾は、初速はトラックと同じですが、その後、空気抵抗により速度低下して置いていかれます。ではこれで、最初と同じ速度でやってみます。空気抵抗がある場合でも、その場で落ちました。弾の初速がトラックと同じなので、打ち出すと同時に X 軸方向の速度は相殺されてゼロになります。空気抵抗は弾の速度に応じた抵抗なので、X 軸方向に動いていない弾には力は加わりません。結論、分かっていてもやってみると楽しい。